今日紹介させていただくのは、はい、こちらですね。あなたの天職がわかる16の性格から、はい、ISTJ が最後残っておりましたので、はい、その ISTJ を紹介させていただきます。はい、ISTJ 努力家ですと。なるほど。はい、一人でコツコツ努力する人、時間をかけて正しいことをする人とあります、うん、真面目で誠実、分別があり信頼がおける、仕事を済ませてから遊ぶ、うん、ルール厳守、論理を重んじ市場を交えない、慎重保守的、一人でいるのが好き、抜群の記憶力、技術旗の仕事を好む、安定した環境で働きたいとありますね、うん、そんな ISTJ さんの仕事面での短所と長所、うん、まず長所から。几帳面で性格、きちんと仕事を終えてしまいたいという意思がある。既存のルールや政策に喜んで従おうとする。一度に一つのことに深く集中できる。一人で働くのが好き。物事を整理しまとめるのが得意。何でも必ず最後までやり遂げようとする。特定の事実や詳細に注意を向ける。安定したシステムに信頼を置き、そのような構造の内部で働くことができる。責任感が非常に強い。発言に信頼が置ける。労働倫理が明確、効率的で生産的であることが重要だと考えている。目標を達成するための断固とした決意と不屈の忍耐力、常識があり現実的なものの見方をすると。なるほど。はい、では短所、まだ試されていない新しいアイデアには二の足を踏む、うん、変化を嫌がり変化に抵抗を覚える。現在必要なことに注意を払っていると将来必要なことまで気が回らない。柔軟性に欠ける。妥協しようという気持ちがない。物事の全体像を見るのが苦手。また他人の行動の裏に隠された意味を推し量るのが苦手。自分の政策や決断によって他人がどんな影響を受けるのかが想像つかない。正当な理由があっても方向性を変更したり手法を変えたりするのを嫌がる。必要な変化を起こしたり危険を犯したりするのをためらうとあります。おそらくね、うん、私のパートナーが、はい、これおそらくここ、はいはいはい、こんな感じ。 F か T うん、うん、の違いはあるけど、あるけど多分 T なんじゃないかなと思ってる、うんうん、のでちょっと今日、はい、やつはこんな感じだなと思いながら呼んでる呼んでますね、はいはい、一緒に仕事はしたことないんですけど、うんうん、ただそのいろんなところに仕事行くと、うん、できる人から気に入られるんですね。うん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 、要はその下準備とかが完璧らしいです。あ、はい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 、で、うん、やってほしいことが、うん、もう目の前に並んでいてですね、うんうんうん、あ、俺がやる順番じゃんみたいな、うんうんうん、のが順番通りにきちっと並んでる感じを僕にもされるんですよ、うんうん、もうやめてくれとされるって、だから全部段取りされてる、もうほっといてくれと見るなと俺の方、うんうん、そんな期待には応えられんと答えられると思ってやってんじゃないですか。もう買いかぶりもほどほどにしてくれと、うんうん、プレッシャー、そうですね、うんうん、僕がやりたいようにやりたいんですよ、うんうんうん、でもね、なんかもうなんて言うんだろう、もうトイレットペーパーはほらもうこの三角に折ってありますみたいなのがもう、はい、行く先々で並んでるんですよ、うんうんうん、そういうのが、うんうんうん、困るそうするとなんか、え、うん、俺もそれやらなきゃいけないのってなるじゃないですか、うん、あなたが仕事をするときに、うん、俺にそれをやれってことですかみたいな気持ちになりません？僕はならないですよ。なるほど。あ、まあ何かにもよりますけどね、トイレットペーパー三角にするのはならないです。あ、それはあの、はい、そんなちっちゃい話で、はいはい、だからまあ何かにもよるとは思います、はい、でも一時が万事そんな感じです、はいはいはい、全てがもう、うん、きちっと整って、うん、準備される感じ、うんうんうん、あ、1っぽい感じ。いや、でも多少抜けるので、
うんうん、6かなと思ってるんですけどね、うんうん、まあ1も抜けることはあるじゃないですか。あでもね、あんな感じだね。厳しくはない、はい、ピリピリはしない。ピリピリはしないです。なんで三角に寄ってないのみたいな。あそういうのはないですけど要はあとは教育問題ですよね。ああ。要は子供にどう勉強させるか、うん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 、みたいなのは、うん、彼女から見ると僕は腹が立つみたいです、うん、なんで言わないの、うん、で僕は子供に言うじゃないですか、うん、そうすると子供に言いまかされるんですよ、うん、だってパパやってないじゃんみたいな、うん、ああそうだねってじゃあまあいっかって。なんかまあいっかって言うからダメなんじゃないですか。ではずるいって言うんですよね、うん、あそういういつも怒るのは私の役かと、うんうんいつもパパは子供に怒らない。あ、まあそこなんじゃないですか。怒ってほしいんじゃないですか。で僕は言うんですよ、うん、もうそろそろママに怒られるよって多分そこがイライラしてるじゃないですか。そうするとなんでその怒り方なのはいはいっていうのを子供は見てるんですよね、うんうん、あまたパパ怒られるよって思ってるじゃないですか、うんはい、でねって子供たちに言うんですよ、うん、これいいとこあるのかな。ん今日は違う、僕の回じゃない、はい、ということで、はい、ISTJ の向いている仕事、うん、一番先に来るのが、ビジネスとありますね、はい、ISTJ は、うん、ビジネスの分野の仕事を好むと、うん、中でも運営や管理業務が得意だと。システムを運営し、うん、物事が円滑に進むように維持する才能がある。あるどちらかといえば昔ながらの伝統な手法や組織を好み、自分の努力によって状況が安定するとやりがいを感じると。 ISTJ は効率よく働き、支出をよく計算する。きちんと確認してなかったり不正確だったりしてミスや漏れが生じるのを許さないと、うん、有能なマネージャーでもあり、自分の役割をよく心得ており、組織のために与えられた仕事を全うするとあってですね、例えば、事務職、会計監査、オフィスマネージャー、公認会計士、保険代理業とか、輸送管理とか、情報システム担当とか、不動産鑑定士、経理、建設業の進行管理みたいなことが書いてあります。はい、そうなんですよ。こういうこと、うん、あの何かこんなのを作って、うん、それをマルシェに出すみたいなのをやりたいってなるじゃないですか。うんうんうん、そうすると原価計算から始まるんですよ、うんうんうん、僕からするとやってみりゃいいじゃんって一回そんな作ってさって、はいはいはい、もう一回マルシェ出しちゃえばいいんだよ、うんうん、いうやり方が許せないみたいです、うんうん、1じゃないですかそれは違うと、うん、なんでちゃんと計算して、うん、出てから、うん、何グラムみたいなその、うん、作り方もちゃんとマニュアルを作って、うん、できるってなってからスタートみたいな、うんうん、しっかりしてる、うん僕にはないスタートしづらいじゃないですか。そうだから僕としてはもう、うん、もうやろうすぐにやろうってなるんですけどうん、うん、までと、うん、っていう風になるんですよね。スタートできるんですか。で今しました。明日もう万全の計算の上で、はい、で今言ってるのは、うん、これじゃ利益は上がらん、うんうん、っていうので止まってますはい、はい、いやすいません、これ愚痴ですね私もね、はい、では、ISTJ さん次に出てくるのがサービスとありますね、はい、地域に奉仕したいと思っている ISTJ にとって、公務員は魅力的な職業だと、うん、ISTJ 型は人々の生活に役立つシステムを維持する役割を好むと。しっかりした組織の中で働き、方向性を定め、部下を監督するのが得意だと。知識や過去の経験を効率よく応用し、目の前の問題を手際よく扱うと、うん、データや事実、詳細を記憶する力があり、何をするにしても実践的な判断を下せるというふうにあって例えば警察官とか公務員、自衛官、不動産業、うん、消防士とか、まあ、今ドラマでやってる民間航空機のパイロットとか航空整備士とか農業、酪農業みたいなことが書いてあります、うん。しっかりした人なんですよね、まあ、きっちりした仕事って感じですね。なんとなくとかじゃないですね。なんとなくとか、なんか勢いでいく、勢いが重要な仕事とかっていうよりは、なんかきっちり、なんか整備士とか絶
絶対きっちりしなきゃダメじゃないですか。確かにもうネジどっから外したっけみたいな。あ、1個余ってるけどとかっていうのは許されない。まあ1個じゃないですもんね。はい。僕前の苦手なんですよ。わかります。体調得意？得意じゃないです。あ、まあなんかああいうのは好きだけど、はい、完璧を求められると嫌になります。僕もなんかね、ネジとかをこうやって外して、うん、初めはこうやって お盆とかに乗っけていくじゃないですか、はいはいはい、なんかねバンとかやってね、バラバラバラって、うん、一緒になってね、どれだったっけになるんですよね。あ、これとこれどっちだっけ、あ、そうみたいな。どっちだったっけ。そうはめるとあれちょっと違うだみたいな。わかる。でもまあ一貫になるんですよ。はいはい。すいません。そんな、うん、ISTJ さんの、3つ目に出てくるのが金融っていうのが出てきて、はい、ISTJ は数字に強い人が多いと、うんうん、数字を含めたデータや事実をよく覚えているし、自分の見解を述べるときにその証拠としてうまく引き合いに出すことができると、うん、労を惜しまずに働き細部まで正確にやり遂げるまでは決して気を散らさないと、うん、金融の分野では一人で働く機会も多い上、膨大なデータに集中し正確に計算する能力が求められているためISTJ に向いているとあって、銀行員とか国税専門官とか株式投資のブローカーとか原価見積もりの担当とか経理部門、もう経理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 が出てきますね。経理僕の苦手なすぐやめたやつですね。はい、1年持たなかったやつを1級持ってるのに1級まで。あ、なんか資格勉強は好きなんですよ。なるほど、うん、ああいう計算するのは好きなんですけど、はい、ひたすらこう間違えないように計算するのは苦手みたいな。仕事には向かなかった。うん、だから点数はいけるじゃないですか、何点以上合格だから。たまにうっかりミスとかがあっても合格点は取れるんですよ。いや、もう尊敬です、はい、でも尊敬です。いえいえ。であと出てくるのが教育っていうのが出てきて、うんうん、教育の分野では管理に関わる仕事や技術的な仕事に惹かれる ISTJ が多いと。学校の運営状況やカリキュラムの構成、監督するのが得意だと、うん、現実に実践できる可能性やシステムを維持する方法を見つける、うん、図書館の仕事では一人で働く機会があるし秩序を保つために客観的な分析をすることができると。また試験の得点を管理したり予算のデータを扱ったりするのも得意とあって、学校長とか教師、特に技術、うん、数学の分野だと。あと司書とか行政官みたいなのが出てきますね、うんうん、で次に出てくるのが法律テクノロジー。法律やテクノロジーの分野では自分の技能を活用できる上正確さが求められるため ISTJ に向いていると、うん、万事に鋭い目を向け欠陥や見落としを許さず必要な手順を踏み誠意を持ってシステムを維持しようとすると、うん、一人で働ける環境も多く自分の技能を駆使し得意の記憶力を発揮し集中して仕事に取り組むことができるとあって、エンジニアとか、うんうん、電気技師とかコンピュータープログラマーとか、うん、テクニカルライター弁護士秘書司法書士行政書士臨床検査技師とか、うんうん、裁判官とか、そういう何でしょう、ウェブとかのエディターとか、うんうんうん、まあ、エンジニアみたいなのが出てきてます、うんうん、なるほど、はい、クリエイティブっていうのは出てこないですね、うん、多分きっちりコード書くようなやつじゃないですか。どっちかっていうとそっち側なんでしょうね、うん、あと次出てくるのが、健康医療とあって、医療関係の分野では特に昔ながらの組織や病院で働く仕事に魅力を感じると、うん、ISTJ は患者の状態に注意を払い実践的に役に立とうとすると、うん、また健康医療の分野で管理の仕事をするのも向いている。誠意を持って働き必ず責任を全うしようとする。 ISTJ は秩序ある環境を好みスケジュールを守って仕事を進め危険を冒した時にはそれなりの報酬を得たいと思っていると。私学や薬理学の分野では高度な技術が求められるため ISTJ に向いているとあって、うん、獣医とか歯科医とか、うん、薬剤師外科医ってのも出てきますね、うん、あと実験室の技術者バイオメディカル分野のエンジニア技術者とか、うん、歯科技工士とか、うん、医療事務とか臨床検査技師みたいなのが出てきます、うんうん、という ISTJ さん、はい、